ストライクショット。こんにちは、モンストの中のサナパッチョとパナエと刺身ととペでーす。ペーペーペーニューフェイスですね。ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。はい、モンストの動画の編集をしておりますペと申します。よくねお便りとかやってるんでなんかよかったら見てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけでですね、今日は何するかというと、じゃーん、ドキドキガチャすぐプレイに挑戦。悲壮感やばいねやばいでしょガチャすぐプレイって何だと今つけたんですけど、名前を、うん、今この4人で集まって、うん、この今パナエさんが持っているこのカードをそれぞれ引き、その中でこのガチャリドラ大名人を当てた人が今この場でガチャを引き、それをそのまま今から降臨に連れていくというゲームでございます。怖い。今ガチャは何来てますか？今は超重心さんが来ております。というわけですね。私はルシファー狙っているので、私もね、全然来てもいいよって感じなんですが。しかも今来てる降臨はオリガです。これが確かルシファーの神化素材です。ですよね。というわけでめっちゃいいタイミング。もうルシファー出るしかない。はい、出るしかない。というわけで早速引いてみましょう。行きましょう。はい、ちょっと今私すごい混ぜました。もう混ぜに混ぜて自分でもわからない。よし、誰から引きます？じゃーん。じゃあ俺から行こうかな。どうぞ。ペから。じゃあみずまずみず見ないで、見ないで置いておきましょう。見ないで置いておきましょう。さあ、そして残り3枚いきますよ。はい。端っこにしようかな。刺身さん。はい。まだ見ない。パッチョ。はい。揃いました。では行きましょう。せーので見せようか。せーので、じゃあカメラ行く。うん、行きます。せーの、パッチョ決定。パッチョ決定。パッチョ出るかな。ルシファーもう出ざるを得ない。出ざるを得ない、ね、出ざるを得ないなので、これシングルですね。シングルで弾こうと思います。はい、じゃあ繋いでください。はい、はい、まあそもそもですね、なんでこんなガチャすぐプレイっていきなりやるのかっていう話なんですけども、なんかこの間アンケートでね、うん、結構あのフリーでこんなのしてほしいよみたいな、10万人の時、そうそう、いただいたんですよ、うん、その時にガチャ引いてほしいっていうご意見とか、あとなんか縛りプレイしてほしいとか、あ、そういうご意見があったんですよ、ね、なんでそれを合体したらこうなりましたガチャすぐプレイそう、はい、というわけでパッチョ弾こうと思いますが、ルシファー祈ってください。祈ってます。はい、来い。よし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 よ星5出た。レトゥー3代目リタイムブラザーズ出た。出た。レトゥー。でもオリガでしょ。そう。あ、やばい。気づいた。真逆。逆属性ね。やばいね。あー、そうか。というわけでパッチョ、リンツー、縛りで、で4人でオリガに挑戦しようと思います。よし、さあ行きましょう。それでは行きます、うん、はい、はい、リンツー連れてスタート。スタートストラクションと何なんですか？なんだろうね、ランダだけどね、進化後は。進化前は？進化前なんだ？進化前はね、ほい、こんな感じ。ランダですね。ランダですね。左足でやっぱり吹っ飛ばすんだ。左足で敵を吹っ飛ばす。こいつのトリは左足なんだよ。よいしょ、あー、激戦に引っかかってもうた。なるほど。ガンガン行こう。ガンガン倒していこう。ギリギリは任せろと言いたい。輝いてくれ。ガソレマイナス。残ってるよ、キノコが。キノコがいる、キノコがいる。マシュマロよろしく。お前は。キノコの蹴りを。俺の獲物だ。キック。オーラ。ナイス。よっしゃー。グッチョー。ミンツーの接待プレイかな。まさかの。キノコ目が結構ね、リンツーにキノコ目が残っております。いけるステージじゃないですか。そうそうそう、ね、うん、1体ぐらいリンツーの進化前いてもいいかな。うん、うん、かな。リンツーチャレンジ。リンツーチャレンジだね、これは。リンツーボーイチャレンジ。いいね、いいね、いいね。よいしょ。なんかいろんな縛りプレイしたいですね。うん、ね、うん、困ってくると強いですね、やっぱ究極なんやかんやでね。ね、なんやかんや、なんやかんやね。忘れてたよ、その気持ちを。忘れてたんだ。究極の。そうか。究極の苦しみを。
さあ、いけいけいいね。よっしゃー、なんか攻撃力高そうですね。確かにね。今の一発で結構いったから、うん、うん、そんなあれだよ、あれしてないのに。そんなあれだよ、気をたで。ないよ、オーリオ。ここで挟まっとこうかな。いいとこに。あ、いいよいいよ、隣プレイ行ける。おー、ナイス。ちょっと左だったかな。着点の位置がどこだ、うん、もうちょっと左だったかな、うん、左カーだったかな、うん、左の上だったかな。うん、オリガのやつすごい進化マジで、なんかちょっとすごい可愛い、横向き珍しい、うん、確かに、うん、確かに未だにいつもなんかキリギリスみたいだなと思って、うん、キリギリス、キリギリスがかばれたじゃないですか。なんか体の感じが虫の横みたいと思ってて悲しくなっちゃった。可愛いと思ってた。可愛い気持ちが。私はちょっとキリギリスには同意しかねます。そう、同意しかねる。そっか、やはりダメージがでかいな。いいところ、いいじゃん。脳天貫いてこう。ほら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 、126万、キリギリスを叩いたよ。キリギリスとは、キリギリスじゃねえよってオリガファンの皆さんに怒られた。あ、取りたいね、取りたいね、取れないね、これだね。めっちゃブー、危ないね、危ないね、危ないね、危なかったね。いや、ここまではね、順調なはずですよ。こっからリンツさん輝けるじゃないですか。またリンツ、うん、獲物がいるやん。そう、うちの獲物は残しといてやん。接待接待接待やで。うん、あ、さあやってや。ちょっとそんなにリンツにこなす。あらー、あれー、ちょっと今のは右足だったんですかね。すいません、利き足じゃなかった。たまたまですね、ちょっと配置が悪かったですね。惜しいねー。あー、もうこの引き寄りがちょっと遠すぎたね。上行けばよかったね。これでもさ、リンツーさんは火を叩いた方がいいんじゃないかな。確かに、うん、皆さんやれないもん。確かにみんな灰となっちゃう感じです。そうなんです、焦げるよ。リンツー先生、ここではどなたを叩いていただいてもよろしいですよ。わ、うん、かりました、もう私のホームグラウンドでございます。はい、おしゃおしゃ、よいしょ、オッケーオッケー、いいいい感じ、いいよいいよ。ハートも決まってきてる。これかあれだ、これ俺が挟んで、パン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 、うん、その後リンツーさんがそう、リンツーがハート取りつつの倒していただいて、お膳立てがすごい。もう、ダメです。じゃあ行こうかな。行かしてもらおうかな。左足お願いします。左足をちょっとお汚しにいただくことになりますけども。そうだね。右足で十分だ。は、切っとった。よし。オーケーいいね。よしよし。これ狙ってたから。うん、このリンツー様ごときが攻撃力アップを取らせていただきましたよ。もう左足がムキムキになっちゃったね。ムキムキやで。俺もなんか縦横無尽。縦横無尽ね。いいねいいねいいね。いいねよいよい、徐々に削って。手は結構モンストやってるんですか？結構やってます。多分これ始まった当初から多分やってると思う。あ、もうじゃあ約2年ほど。すごい。そうですね。結構なファンですね。だってちゃんと白い実ついてるもん。本当だ。ヒゲ生やし。ちゃんとね、つけてきました。白い実何ですかこれ？これ、カメ。なんだっけな。カメでした。カメかな？カメ。線形の。絆カメ、いい実が出るまで頑張ってるんだけど、なかなか。本当だ、この間1回で2個出てましたね、特急。あ、そう、特急 L が、あのまさかの2個同時に出るっていう手が震えてしまったっていう、ね、あ、2個出たんですか。信長でしたっけ。信長の時、ね、すごい。何が出たんだっけ。あれは激死の速度と、あとチビ足、チビ足チビ足ってついてるのじゃないですか。チビを選びました。あ、チビを選んだね。チビ足、チビ足ボスだよ、みんな。よし、気を引き締めないと。攻撃ターンには気をつけよう。オッケー。やったね。結構さっき右下と左、右上にやられた気がするの。そうね、うん、何しろ7ターンのメテオが来てもきつい気がしている、うん、7ターン内に抜けないといけないってことだね。少なくともね、うん、クロスレーザーの位置にいない方がいいってこと。うん、そう、3のところでクロスレーザーが来るんで、うん、それまでにクロスの位置から離れたいのと、
で、さっきリン2が怪しいね、ねえリンナ信じよう、リンさん逃げたい、リンさん逃げて、逃げてほしいね、あ、いいかも、どうだ、いいんじゃないか、いいね、いいかも、どうだ、レーザーに当たらない、おーい、ちょっとはーっと取っとるか、取った方がいいかな、うん、取るか、取りつつ殴りつつだな、それかもうトライクショット打ってもいいかも、いっちまった、あ、オッケー、うわー、で、あ、でもクロスのとこに来てる、うーい、で、次ちょっと抜けないと多分また同じようにレーザーが来ちゃうんですよね、うん、これどうやったら抜けれる、撃つ、撃ってもいい気がするよ、撃つか、他残ってるし、うん、じゃあ横目にみんな降りていく感じかな、行っちゃって、オーライー、痛い痛い、よしよし、逃げやがったわ、いここからですね、こっからですよ、次で最後でしょ、うん、ここであとね3体のストライクショットをぶちかましていくという、うん、オッケー、マオキラーさんが2体いるからキチキラ、シールドだと、シールドがあるぞ、シールド、いっちゃう、いっちゃう、なんだっけ、貫通タイプになっちゃう、いっちゃう、いっちゃう、よっ、いけっ、ガスガス、おいしょい、おいしょい、オッケー、チキン高いのかな、結構高いぞ、リン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 、ランダー、ランダーする、できないね、ランダーするのか、張り付くリスクもあるね、あるね、むしろ逃げ腰みたいな、うん、逃げ腰の方がいいかも、ハート取らない逃げ腰逃げ腰、可愛いな、あ、でもクロス、オンザクロス、もしかしてクロス、どの位置だろうね、うわー、どうしよう、これもね、ストライクショットは、次の球は、ね、待とっかな、うん、割れちゃう、これどうしようかな、どここにさ、すごい挟まっていける、いるかな、いけるか、なんか、どこに当たっちゃいそうだけど、うん、行ってみよう、行っちゃおう、衝撃波、あー、オッケー、まあまあまあ、死んだしないから大丈夫だよ、次なんだ、うわ、ゲダメージだいぶでかくない、ハート取っときたいね、うん、こういう感じ、そうだね、うん、で行くしかないよね、おいでます、いけ、おいでます、あー取れないよ、取れない、取れないよ、やばい、クロス、あ、うわー、わーすごい、誰も当たんなかった、劇的、あ、金になった、金になった、俺いけるいけ、あ、俺ハートと、ハート取りたい、レーザーリン2狙ってきたら俺だけど、多分狙わないけど、でも狙わない気がする、いや、上のやつのハート取って、うん、生き延びて、うんうん、リン2で金パターン、オッケー、ね、それでいきましょう、はい、あれ、オーガ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 ーオ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 ーガーリン2をかばう形で、そう誰に来る、オーガーオーガー、よかった、よかった、リン様は、リンさん、これ上の1体倒せるかな、倒せるかな、倒してハート取ろうか、うん、この反射レーザーもあわよくば、そうね、あわよくば行こう、当たった、おいしそう、おいしい、自力でいった、ほい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 、どうしよう、ストライクショット、ストライクショットいけるか、いけるかもね、うん、爆破だから、うん、これも横感、もういや、弱点に弱点にシールドのちょっと下あたりを、うん、多分爆破範囲な気がする、いけ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 いいよいよ、じわじわ削ったからのメテオーおいで、ハート出た、ハート出たね、これでもこうしていくしかないよね、そうね、頑張ろう、B2 の爆発を、あ、引っ張れない、あ、なんか詰まった、詰まったシールドにだいぶ、次何来る、クロス、もうまだでも大丈夫だ、 OK、 まだ耐えてる、もう変わってる、引っ張っていけるか、引っ張っていって、衝撃波がどう来るか、あ、なんか、おおおお、よい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 よ、なんかシールドね、すごい、うん、向き変えられる、いやー、出てー、うわこれ、これ、リンさん、ハートいけます、ハートいけますかね、いけるんじゃないか、いけるしか、いくしかないよ、でもこれ HP 低いけどね、そんなことないよね、はっ、はっ、はっ、あー、どうだろう、レーザー、誰、あー、二人、
人に当たった。2人に当たった。リン様だけで24,000。リン様、リン様、リン様。いやー検討したね。でも、うん、検討しましたね。リン様のSSがね、うん、打てないからね、うん、そうだね、近づいちゃうからね、近づいちゃうもんね。はい、いやー、というわけでした。はい、リン様凍った凍って終わっちゃいましたが、じゃん、ドキドキガチャすぐプレイに挑戦いたしました。またちょっとやりたいね。いや、だいぶ過酷でした ね、面白かった。皆さんもぜひ、ね、機会があればお友達とやってみてもいいんじゃないでしょうか、ね、はい、はい、ではでは、バイバーイ。オリが強いな。オリが強い。ご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひ登録をお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンからご登録お願いします。 PC からご覧の方はこちらのこのボタンを押してみてください。また私たちやモンスト公式の Twitter アカウントも概要欄に入れておりますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いします。